皆さんこんにちは、うまこです。今回行う検証は3連単フォーメーションで1列目に2、3、4番人気、2列目に5、6番人気、3列目に1、4、5、6、7、8、9番人気を置く形です。こちらはですね、視聴者様からいただいた検証案でございまして、1列目から1番人気を外していて、2列目には中穴を置くという形で、ちょっとね変わったフォーメーションで面白そうだなと思ったので採用させていただきました。ありがとうございます。今日は東京競馬で勝負していきます。それでは検証スタート。最後方わずかに遅れて4番ラブラブラブちゃんです。いいよ、頭できて頼むよ。前は2頭、14番青いミモザと内は12番リンガソロシェ、14番着までにして頼む。3馬進行方ちょっとやめて、手応えが良すぎ。さあ残り 400m 坂を上がっていく。いやー勘弁してよマジで。最内からは1番サンカルミア、あとは外からは16番のコルビルが追い上げていく。大外は6番ゴールデンオスカー、馬群の中からは3番ディープセイント、前は200を切って受けた14番青いミモザ、4馬身5馬身リード、2番手は混戦を立って6番ゴールデンオスカー、3番手は1番のサンカルミア、先頭14番の青いミモザ、青いミモザ完勝ゴール、2着は6番のゴールデンオスカー、3着1番のサンカルミアです。さあ間もなく4コーナーのカーブ、その後ろに2番ベルウッドブラボーで、さあ4コーナーカーブに向かっていきます。上がっていくのは15番メインストリーム。さあ4コーナーを回って直線に向いて、前は2頭、11番ミーハと12番ラファールドール、2頭並んでこれから残り400の標識、これを過ぎて坂を上がっていく。今度は12番ラファールドール先頭に変わって体半分リード、2番手は11番ミーハ、あとは3番に離れて3番手は15番メインストリーム、大外を通っては13番ベレッタが追い込んでくる、そして14番ライトピア、あとは7番グレートマジック、先頭は抜けた12番ラファールドール、4馬身5馬身リード、外から外から、よしよしよし、ベレッタが上がっていった。3番手は15番メインストリーム、先頭はラファールドール、ゴーリ、2着は13番ベレッタ、3着わずかに15番のメインストリーム。あきまへんやん。4馬身後方に7番ジャンゼルゼハート、外は並んで15番ペイシプリンプリン、後方には1番スリーボビー、最後方に14番リスマルシェリの天気。さあ600を切って4コーナーカーブ、そのままの勢いで頭まで来て頼む。前は先手奪い切った13番サバンバルリベラル、リードは体半分ほど。さあ残り400、坂を上がっていく、並んで16番レイズショコラ、今度は先頭に変わるか、ちょっと待って、3番手2番手を伺って、あかんミスファントム、そして大外を通って4番パールホワイト、3着まで現在5番手前に迫っていった。ちょっと待って、を切って4もあかんし、ミスファントム内は粘っている、6番エコロカレン、外4番パールホワイトイブが3番手から2番手にようやく上がった、先頭は9番のミスファントム、9番ミスファントム、あかんわこれは。わずかに2着は4番パールホワイトイブ、3着6番のエコロカレンです。ピースソックス4番手内に1番ミヤビモルタルで、さあ6手通って4コーナーカーブ、さあほぼ一段で直線に向いた、先頭4番エリカバリエンテ、リードはほとんどなくなって、並んで12番ゴールデンスロープ、間からは6番リアンドミラクル、さあ残り 400m 坂を上がっていく、外からは14番ピースソックス、馬群の外を通って2番リュケイオンが追い込んでくる、もういいけどちょっとどっちかにして、どっちかに、先頭は4番ちょっと待って、その2頭での競り合いはあかんて、先頭に変わったか、外は9番リュケイオンが3番手から2番手を伺った、3頭広がったが真ん中、6番リアンドミラクルゴール、2着は4番エリカバリエンテ、3着わずかに遅れて9番リュケイオンです。
側には5番ゴーゴーステーツ。さあ600を切って4コーナーカーブ、いいよ、ほとんど固まって第4コーナーから直線の攻防へ。9はあかんね、3着までにしてね。リードはなくなって8位よ、頑張れ頑張れ頑張れ、今度はかわして先頭か、残り 400m、 そっからそっから、3番手から2番手伺って9番ソロモンが上がっていった。バゲンの内側には6番モンドデラモーレ、ちょ負けるな、坂を上がって負けるな、8番終わって8番ワンモアスマイル、あっかん刺された。6番モンドデラモーレ先頭に変わった。9番ソロモン3番手も苦しいか、内から4番コスモキャバリアムの接近するが、先頭は6番のモンドデラモーレ、モンドデラモーレゴリ、2着は5番8番ワンモアスマイル、3着は最後激戦12番スワローシー、4番コスモキャバリエ、1番帝王シュタイン、そして9番のソロモン。前は2頭並んで9番英雄サブリナと4番ベルリカペルシカ、前2頭並んで600を通過、4コーナーのカーブ、4はね2着でお願いしますよ。5番ベラビットーリア、さあほとんど一段で4コーナーから直線の攻防へ。4番手以降は外3番サトノカルナバル、内は1番デアマトローナ、さあ400を切って坂を上がってくる、4頭広がった、いや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 、ちょ待って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 、先頭に変わって抜けた、え3番ちょっと待って、何その手応え、あかんて、2番手はあかんねんて、英雄サブリナ、内は4番ベルニカベルシカ、さらには8番ヒグリーマ、馬群の中からは1番デアマトローナ、あかんて、西の小泉、先頭は独走になった、3番のサトノカルナバル持ったまま7馬身ほどリード、ゴーリ、あっしょうやん、2番西の小泉と外は1番デアマトローナ、ついよ楽勝だった、3番サトノカルナバル完勝です。鞍上ダミアンレーン騎手、マジ。チオンです。3、4コーナー中間、この間に11番レオスパークは後続との差を広げてリード3馬身で単独先頭、4コーナーに入ります。2番手は内3番ザロック、外が13番サクセスパラード、14番インテルメディオ3頭、じわっと差を詰めて4コーナーから直線に向かいます。その後はインの5番手5番ダイヤモンドビーチ、追い上げるのは外8番のミラーオブマインドです。残り400を迎えます。11番レオスパーク先頭、依然リードを3馬身キープ、単独2番手に14番インテルメディオが上がって先頭を追っているがなかなか差が詰まらない。3番手は8番ミラーオブマインド、ムチが入って追ってきた、さらには9番オーロサスゴールド、連れて15番のクレイミンオナーが追い込んでくる、200を切りました。11番レオスパークは3、4番リードをキープ、2番手は14番インテルメディオ、あとしか言えない、コーカサスゴールドが2番手に上がって、セットを11番レオスパーク、レオスパーク押し切ってゴール、2着9番コーカサスゴールド、3着は14番インテルメディオ。コーナーカーブ、ここで3番ジューンベロシティを取ります。いいぞいいぞ、3番そのまま、ブラックボイスに接近のロスコフ、あるいはトゥルボー、ダートを横に入れます。さらにその後方からは13番ベイルネビラ、14番オールザワールドが上がってきて、最後の芝構成と入ってきます。ハードルを迎えます。残り400の標識、先頭ジューンベロシティ所残ジャンプしました。並んでいったロスコフ、並んでいったロスコフが今度は捉えるか、3球で決まって13番ベイルネビラ、内盛り返してくる10番ブラックボイス、3頭で頼むよ頼むよ、ボール坂を登ってくる、残り100の標識、2頭競り合う、3番ジューンベロシティと9番のロスコフ、馬場の真ん中競り合って、3番手は13番のベイルネビラ、負けんな負けんな負けんな、3番ジューンベロシティか、3列目もいいね、いいぞ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 、粘れ粘れ、ジューンベロシティ氷、ジューンベロシティ東京ジャンプステーク、ここに来てやったよ。4コーナーのカーブに入ります。わずかに先頭14番ビッグハンター600を切りました。3着までにして並んでいったエストレアデベレン、
ほんで10もあかんし、直線コースに向きました。頭はあかんねん。3番手の1番アイアムイリュージョン、並んでいった9番の日東バジル、あとは12番で詰めておる。外へ切り替えて5番のリラックスが伸びてきます。残り400で先頭入れ替わって10番のエストレアレレン、リードを2馬身取りました。これを追って9番の頼む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 9来て9来て頼む頼むマジで頼む。のアルバトロス一番外は6番のリンドラゴを追い込んで200を切りました。10番エストレアレレンは3馬身リード、9番日東バジル、15番クリアルバトロス、6番のリンドラゴ、これらが2着争い3頭もつれる。10番エストレアデベレン、エストレアデベレン先頭ゴール。2着6番ディンドラゴ上がった。15番クリノアルバトロス3着、9番ニットオバジル4着に見えました。です。先頭2番ナックダンス、リード1馬身でこれから4コーナー、単独2番手が9番ケランコンサート、3番手が3頭1段で、12番ライダースター、めっちゃ刺してきて、メロングポイント、間14番セントラル、めっちゃなんか刺してきて、頼む頼む。足場のネパルにはムチが入っています。4コーナーカーブ直線に向きます。2番ナックダンス先頭、リードが2馬身やや広がった。2番手内から外へ切り替えて、11が来てるけどあかん一番人気はやめて。ちょっとコンサート3頭広がって、その外から11番のアッシュルバニパルが一気に伸びてきた坂の上り、一気に前3頭を捕まえて先頭に踊り出る。追ってきた3番のラタフォレスト、200を切って坂を登りきった。さあ今度はラタフォレストかアッシュルバニパルか、2頭が競り合った。7番のアッチャコバン、現在3番手、アッシュルバニパル、ラタフォレスト、アッシュルバニパル、ラタフォレスト、全く並んでゴール。3着は7番のアッチャコーラ、6番コブラが内から追い上げての4着。うーん、内3番ミカって呼んでいい。5番手のインが1番アルセナール、先頭までは4馬身、600を切って4コーナーカーブ、11、12で決まれば、外は並んでショホノスペランザ、直線コースに抜きました。まだ全然ある可能性。11、12で2頭が競り合います。3番手から13番ガランドゥー、頑張れ頑張れ。さらには3番ミカって呼んでいい。させるだろ、させるだろ、現在5番手、頼む、は9番のシホノスペランザです。あとちょっとじゃん、坂の上りで頑張っている12番マイネルモーンと、200を切って坂を上り切った11番ガランドゥーが離れた2番手、3番手は13番カランドゥーラ、あとは追い上げる各馬、足入れはどうでしょうか。12番マイネルモーンとリード1馬身、2番手ダノンザタイガー、マイネルモーンと押し切って降臨。11番ダノンザタイガー2着、13番カランドゥーラ3着。魂で叫んだぞ今。リードは1馬身、外へ切り替えた2番グラニットピークが2番手、3番手が3番クリーンエア、インの4番手1番コスモメーゲス、3、7、2で決まっていい。残り600を切ります。4コーナー、6番カイトグート、その後5番ララビエルチュ、直後まで11番テーメッサ追い上げます。中段直線コースに向きました。7番レッドロスタム先頭、リード1馬身をキープ、残り400、坂を迎えます。2番手が2番グラニットピーク、その外3番クリーンエア、2番手に合わせる。さらには6番カイトグート、その外から11番テーメッサ、今2番手の一線まで追い上げてきた坂の上り。あーちょっと待って、7番レッドロスタム先頭、11はあかん、11はあかんよ。カイトグート11番テーメッサ、一番人気はそこ来た、あかんねんって。テーメッサかカイトグートか、テーメッサが合わせるラインだ。11番テーメッサ先頭でゴール、2着6番カイトグート、3着争い広がりました。はい、はい、ということで今回は約8万円のマイナスでした。いや、大きな的中はあったんですけど、ちょっとね、一つだけでは巻き返せなかったですね。いや、かなりね、一番人気に苦しまされましたね。惜しいレースもね、ありましたし、面白いフォーメーションですね、これ。いや、改めて検証のご提案いただきありがとうございました。こんな検証してほしいなどのご提案は募集してますので、ぜひコメントにてお寄せください。今日もご視聴いただきありがとうございました。
ぜひチャンネル登録と高評価いただけると励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後に公式 LINE では回収率 120% 超え、さらに1ヶ月で300万円以上の利益を出した AI 自動購入ツールも期間限定で無料公開しておりますので、ぜひ動画下の概要欄より受け取ってください。それではまた次の動画でお会いしましょう。